県によりますと、今月16日に環境省の調査で強固の水を採取し、鳥取大学が検査したところ、今日高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです。現在のところ、死んだ野鳥は確認されていませんが、野鳥によって持ち運ばれたものとみられます。検査の結果を受けて、県と環境省は、ウイルスが検出された地点から周囲10キロメートル圏内の野鳥の監視を強化。死んだ野鳥がいないか、明日以降緊急調査します。また、県は周囲10キロメートルにある10の養鶏場、およそ28万羽の鶏に異常がないことを確認し、防疫対策を徹底するよう指導したということです。養鶏場で鳥インフルエンザが発生すると、そういうことが一番最悪のシナリオだと思っておりますので、まずはその養鶏場での消毒、予防策等をしっかりとやっていただきたい。今年度に入り、香川県の養鶏場や鹿児島県の野鳥の飛来地などでウイルスが検出されていますが、本州では初めてです。